世界で最も居住に適した都市とは、クオリティオブライフの観点から行われる調査をもとに、作成された居住に適した都市リストに与えられる名称である。マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティングによるクオリティオブ・リビング調査や、エコノミスト・インテリジェンス・ユニットによるクオリティオブ・ライフ・インデックスがその例である。詳細は、クオリティオブ・リビングによる都市順リストを参照。 マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティングによる調査は215の都市を39の指標に基づいて数値を算出している。ニューヨークに基準値100が与えられ、それと比較する形で他の都市の数値が決定する。このような調査は企業が海外に進出する際にどこにオフィスや工場を設けるかなどの指標として有効である。2008年度の調査において、 上位10都市以外では、アメリカ合衆国のホノルルが28位に、シンガポールが28位に、日本の東京都が35位に入っている。下位25カ国のうち18都市がアフリカの国であったが、前年と比べると、南アジア、東、アジア、中東、東欧は明らかに評価が改善している。下位5都市は、チャドノンジャメナ、スーダンのハルツーム、コンゴのブラザビル、 中央アフリカのバンギ、イラクのバグダードである。なお、個人の安全という観点からも調査結果を発表しており、上位5都市は、ルクセンブルク、ベルン、ジュネーブ、ヘルシンキ、チューリヒであった。また、インフラストラクチャーの観点では、上位5都市は、シンガポール、ミュンヘン、コペンハーゲン、つくば市、横浜市であった。2007年度の調査では、チューリヒ、 バンクーバーとウィーン、オークランド、デュッセルドルフが上位の都市であった。全体としては、スイス、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダの都市が高い評価を受けている。特にオーストラリアの主要都市は、シドニーが9位、メルボルンが17位、パースが21位、アデレードが30位、ブリスベンが31位と目立って評価が高かった。ニュージーランドは、 首都のウェリントンが十二位、最大の都市のオークランドが四位となり、カナダからはバンクーバーが四位、トロントが十三位、オタワが十八位、モントリオールが二十二位、カルガリーが二十四位となっている。アメリカ合衆国からはホノルルが二十七位、サンフランシスコが二十九位に入った。詳細はクオリティオブライフインデックスを参照エコノミストインテリジェンスユニットの調査によれば、カナダ。 オーストラリア、オーストリア、北欧諸国、ニュージーランド、日本などが高く評価されている。都市別では、オーストリアのウィーンが最も居住に適しているとされ、オーストラリアのメルボルン、シドニー、日本の大阪、カナダのカルガリーと続く。また、現在の国際的な政治状況を考慮すれば、テロリズムの影響を受けにくい都市が高く評価される、傾向があるとも述べている。 2019年度の調査では、上位10都市の中に、オーストラリアからメルボルン、シドニー、アデレードが、カナダからも、カルガリーやバンクーバー、トロントが入っている。日本からは、大阪の他に、東京も、ランクインした。アメリカ合衆国では、ピッツバーグなどの評価が高かった。なお、ジンバブへのハラレが最下位となり、全体として、アフリカ諸国や、南アジアは、評価が低い。 2007年からライフスタイルマガジンモノクルも世界で最も居住に適した都市の指標を発表している。2009年は25の都市を挙げている。2007年はドイツのミュンヘン。2008年はデンマークのコペンハーゲン。2009年はスイスのチューリッヒ,ヒ。2010年はドイツのミュンヘンが1位であった。重要な指標は治安や犯罪である。 その他気候や日照、建築物、交通機関、寛容さ、環境や自然、都市景観、ビジネス環境、医療などである。2012年の調査において10位以下は、京都市、福岡市、香港、パリ、シンガポール、ハンブルク、ホノルル、ベルリン、バンクーバー、マドリード、バルセロナ、ポートランド、サンフランシスコ、モントリオール、ジュネーブとなっている。 ありがとうございます。